嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。役者じゃん、ここがけんなんか。もう分かってるわ。ああ、いいよ。それで言ってください。ディズニー推しです。高評価1万突破しましたので、やっていきます。はい、ありがとう。すっごい楽しみ。この世で最も嫌われるタイプの女です。早く話して。新しいキャラがどんどん出てきて。まあ、ということで、まあ、早速話していきましょう。まず一つ目、ディズニーのキャラクターと写真撮れるじゃないですか。あれってなんかもうキャラクターも決まってるし、場所も決まってるんですよ。で、時間も決まってるんです、実際はね。まあ、僕ほどね、集合とか行ってる人だったらもうその辺も分かってしまう。なるほど。まあ、だからちょっと会いたいキャラクターとかいる人は今聞いてもらいたいな。確実に会えるところを教えてやる。どうぞ。プルート、プルート。大体まあ入ってすぐのとこありますよね。 C もらっても当ててプルート言います。ベルにあるやん。見たことある。でも X じゃん、お前。ベル、ベルはランドしかないですね。入ってすぐのところにもいるし、たまにシンデレラ城の裏側にもいます。結構意外とためになるでしょ。みんなのために聞いてあげてほしい。俺も知りたい。じゃあ、みちやさん黙ってくんない。ブタグリなー。違う違う、ママココ。ママココいない。はい、プリンセス全員教えて。全員全員教えて。全員はダメです。オールニューワールドが何の曲か分かんないのに、プリンセス。わ、待って待って待って、ググってたから。この前までラプンツェルとか言ったから。ちょ、マジで。じゃあ何がいいですか。え、もちろんラプンツェル。プリンセス大体一緒です。エントランスか白の裏です。時間によって違う。シンデレラ城張ろう。あと日によって違う。あ、そうだね。だから一回見ているかいないか確認して、朝のうちにいるんだったら通う。超撮りたいね。めっちゃ撮りたい。まあ逆にウッディとか知らないです。え、ウッディ撮れんの。ウッディ撮れるんです。え、ウエスタンなのにいるんです。あ、まずトイストーリーのあれはそこじゃないんです。しかもカーボーイですからね。すごいですね。話入ってこんなよ。まあそのままね、ちょっと二つ目の話入るんですけど、多分出てると思うんですけど、ジェシーとかもそのウエスタンランド出るんですけど、昔はアンディが来たぞってキャラクターに言うとおもちゃに戻ってくれてた。マジで。もう映画通り。ええ、行ったらもう動かなくなってたんですよ。まあやってたんだけど、あの倒れたりすると危ないから今はやってない。うわー、夢ある。それは今ガチの方の声がマジです。続いてですね、キャストはいらっしゃいませと言わないんです。なんて言ってるでしょうか。はい、ようこそ。まあようこそ言う人もいると思うけど、まあそれメインではないです。はい、ハロー。はい、はい、はい、おかえりなさい。まあおかえりとか言う人もいるよ。メインはこんにちはですね。あ、こんにちはか。なぜこんにちはになるのかと、そこにも深い理由が。別にいらっしゃいませでもいいじゃないですか。なんででしょうか。いらっしゃいませだとやっぱりね、ザ日常って感じが出ちゃうから、それを取っ払うため。別にいらっしゃいませでも日常感出ない。違います。え、これを来たぞ。一日ってさ、夜くなるじゃん。お前夜になることを夜くなるって言うんだ。それをさせられたのにこんにちはってやっぱ昼間言う言葉だよ。だからもうずっと明るいでいましょうねみたいな。まあ分かる、そういうのちょっとおかしいんだけど、そんなニュアンス。それはちょっとディズニーの世界観とは一致しないわ。いや、一番世界観一致してます。一番一致してるわ。一致してた。答えはですね、僕実践しますよ。お客さんです。はい、いらっしゃいませ。どうも、いらっしゃいましたよ。まあどうも、いらっしゃいました。まあこんなことやついません。で、二人無言になりましたね。次ですよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうせぇ、分かってねえじゃん。いらっしゃいませは独り言で終わってしまうけど、こんにちはって言ったら会話が広がって楽しくなっていくと。確かにこんにちはって言われてあんま無視しねえもんな。皆さん学んでいきましょう。こんにちは。はい、続いて、パークにチケットで入るとき、キラリーンみたいな。あのね、夢の世界にいざなうホームなんですよ。まあ結構有名な話なんですけど、夢に入りましたっていう。やっぱあの瞬間世界観変わるもん。単純なやつだな。結構あの音ってまあいいじゃないですか。ちょっとね、言いたいことが。まああれ、入りは気持ちいいけど、逆に出るときはならないんですよ。まあそうで、ならないね。なんかあくびしてもやばいかもしれない。めっちゃ怒ってる。オートも怖いぐらい声が。まあまあ音鳴らないんです。なぜかと夢が終わらないようです。出たー出たー。これのディズニーじゃないですか。あってもなくてもいいけど、あったら
やばい。やばい。余韻がすごいもんね。俺いつもディズニー行った後、ディズニーの夢見るからね。すごいな。家帰った後、寝てる音楽ディズニーだと。イヤホン聞きながら、ディズニーの曲聴いて、ほんならちゃんとディズニー。北の国からか、お前。顔が北の国からすぎる。まあでも夢は見るよね、ディズニー。てめえも見んだ。何を見んだ。え、プリンセス。ガチだってこれ本当なの。本当だからこそクズなんだよ。誰誰誰。え、死んでるな。こんなに話しててプリンセス。お前だけはもうディズニー行かない。さあ本日メインのお話。超激レア情報として。ああ知りました。皆さんファストパスご存知でしょうか。ファストパスご存知です。早く乗れるための券を取ると。あれね、ファストパスって一緒にいる枚数分出てくる。なのに、たまに1枚に2枚ついてるんですよ。お得なサプライズファストパスってやつが。めっちゃ低確率なんだけど、それがランドだとビッグサンダーマウンテンの横のシューティングギャラリーっていう射的ゲームができるやつを無料でできる。シーラとアクアトピアとかシンドバッドとかトランジットシーマーラインとかアトラクションにファストパスで乗れる。有料的なやつはいけるってこと。いや、有料いけるのはランドだけで、C はファストパスじゃないものをファストパスで乗れる。で、これは正直ググったレベルでくる。ちょっとツーなポイント教えると、嬉しいじゃん、写真とか撮りたいし、なんならディズニー好きな人だともう残したいと思う。残したい。これキャストさんに言えば使った後にちゃんとそのまま思い出に返してくれる。一番高いとこまで。高い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 高すぎる。それぐらい高評価ということで。いや、当たったことある。もう1枚だけあって。すごい。俺で1枚。おやこの俺で1枚。君たちのペースで言ったらもう一生かかってもらう。いやーそうね。当たる人は一発で当てるかもしれないわけじゃないですか。俺もやっぱ残したいなと思ってキャストさんに聞いたら大丈夫ですよって言ってチェックをして使いましたっていう風にしてちゃんと自分に返してくれる。やっぱレアなファストパスってディズニー好きになるとマジで欲しくなっちゃうよ。俺も多分今でも多分家に飾ってあるんだけど、もうね、あれ年越しディズニーってあるんですよ。そんなお前もう。そう、絶対やばいやん。やばいな。もういなくなった。点滅終わったウルトラマンみたいになってる。点滅がなくなったらウルトラマンしぼんでいく。あれめっちゃなんか子供の頃みたいなトラウマになった。で、その年越しディズニーがあるんだけど、その時ってあの7時ぐらいまで通常営業してる、夜のね。だから8時とかから年越しディズニーが始まるんですよ。まず専用のチケットがあって、まあそのチケットも思い出ですけど、まずハイの8時ですよ。まあ派手で8時、早く8時で通常10時っていうことはですよ、ファストパスを取る時間によっては夜中1時とか2時とかになるわけです。その日だけ。俺何枚か夜中のファストパスを持ってるっていう。てか、え、年越しディズニーってさ、パレードとかあんの？なんか独自のカウントダウンの花火は。あとカウントダウンは俺 C だったんだけど、カザーあるでしょ、プルメタルさん、あそこにカウントダウンしてる。あそこになんかその新年度が表示されてる。一回は行った方がいいと思う。いや、向こうで二人で。多分二人で。なんでてめえと行かなきゃいけない。リア充すぎない。そんなん俺もそいつらもう出待ちしてブチッ。なんでやねん。何円ぐらいですよ。え、ニューイヤー。あ、じゃあファストパス。ファストパス無料で。え、ファストパス無料なの。ユニバだけですよ、お前の。あ、そうなん。すごいな。いやー、でもなんか俺的にはやっぱそのアンディ一番いいね。いやあれちょっと復活させてほしいな。固まるとかやってほしいよね。でも今でもそういう系で夢あるのはあのフック船長とか笛の針の音とかやるとちょっとビビってくれるっていう。クタクチクタつけてね。すごいな、サービスステーション。やっぱあのディズニー好きな人のためにちょっとおまけとして言っときますけど、ベイマックスあるでしょ。ベイマックスがこうヒロとさ、ベイマックスがさ、こうバラララララ、あれ上海ディズニーヒロいるんで、写真撮ったらこうやってやったらこうやってくれます。やべえ、鳥肌だったの。しみるのよ、あれが。ということで、どうだったでしょうか。ディズニーとシネズはね、幸せになる回です。シンデレラ城の城出待ちするから、マジで。はい、ということでね、高評価次も1万いきましたら思い出してきますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まあ最後にね、ディズニーに一つだけ言いたいことがあります。僕年パスもう8年目とかですよね。やらしい話、金額にしたら50万以上積んでます。やらしい。なのに年パサだ。その入場の音楽、ピピピですからね。何やそれよ。そっちも魔法かけろ。結構嫌ですからあれ。ぜひちょっとディズニーの皆さんご検討お願いいたします。よろしくお願いします。そして僕をね、ディズニーのね、内部に潜入させてください。はい、一緒に仕事してください。命かけていきます。バイ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 バラララララ。時は止まらない、過ぎてくだけ止まらない。
果を目指し走り続けよう。